ザ・セカンドストリートオープン。ハラミ乾杯。ちょっとロレス悪いラップの方と思われるくらい滑舌ね。違う、思想うなーい。思想強いは何か強いじゃないと思います。ごめんね、あのガラ強いのよ。ストリートです。どうぞご覧ください。ということで本日はあの企画が再び行われたいと思います。はい、ということで本日の企画はゲリラゲイバーバーセカンドストリートオープン。今回はちょっと一味違います。何でしょう。今回はもう一つ検証をですね加えたいと思いまして、はい、前やった時は無料ゲイバーだったんですけど、今回はお布施ゲイバーと言いまして、あのお客様が僕たちのこの営業に対して楽しんでくれたらもう自分で支払い額は決めていただいて、あの最後にこちらにあるところに入れていただくという、だから私たちの価値がいくらで決まるかっていうのをお客様に決めてもらう。そうです。どれぐらいお布施がされるかっていう現象も兼ねながらそうですねやっていきたいと思います。あの今ツイート と、インスタグラムの方でね更新させていただきまして、どれぐらいファンの方がね来られるのか、はい、まあでも条件がございまして、ちゃんとチャンネル登録をしてくれてる人のみでございますのでね、はい、この辺はねちゃんとしっかりね見たいと思います。そうでございます。ということで、もうお客様が待ってくださっているということで、太陽いらっしゃいませー。早速2時間限定のバナナにお二人来ていただきました。ありがとうございます。お茶です。何飲まれますか。お酒じゃないの。お茶しかないけど。お茶で。お茶で。え、お二人とも緑茶。なんかね、ちょっとね、ハイボール、男梅、緑鉄のオレンジ。なんか言ってみてください。オレンジ、オッケー。あ、ありがとうございます。あ、嬉しい。あ、お土産が。お土産いただきました、皆様。カリカリ梅とラブネを頂戴いたしました。いただきました。ありがとうございます。これも一種のお布施ですね。今回はあのいくらでもいいです。ただではない。1円からどうぞ。気持ちを入れてっていう回。そう、投げ銭的な。投げ銭的な。はい、開けます。なんかさ、宅飲みの。わかる。乾杯。乾杯。いらっしゃいませ。どうぞご覧ください。失礼します。失礼します。どうですか。お茶濃いめにしときました。え、うま。うまお茶濃いめで酔わないでしょうよ。いらっしゃいませ。どうぞ。見慣れた顔ぶれよ。新たに2名来てくださいましたから。そんなことないでしょ。ありがとうございます。どうぞ。こんにちは。こんにちは。何飲まれたいですか。何飲まれたい。ここにあるものがあるって感じ。氷結とか。これは男梅。男梅さん。男梅で。男梅で。男梅で。そうなんだよ、意外と。男梅あるんですか。男梅まだあったかな。ラス1。ラス1だったから。これ2回目で、この企画自体は。だからその前の時も、もう19時ぐらいにパッてツイートして、本当は今日7時からやる予定だったんですけど、ちょっと前の撮影が押してしまいました。なるほど。ちょっと19時半に変更させていただいて。よかったね、私暇だから。飲み始めだわ。これなんかリアルじゃない、ゲームファンとかで私飲み始めだからさまだちょっとテンション上がってきてないわとかいう会話してた。確かに。じゃあみんな来てるもんね、あのパブロの時に来てる人たちでしょ。どうも初めまして。え、ホモですか。違います。あら、何言って。でもホモなんだね。はい。顔みたいな。どういう、どういう。こっから喋ってるもんね。ああ、お仕事仲間で。はい。じゃあ、ならしちゃう。なんないっす。そういう営業。来ますか。そういう営業。あいつ何でした。炭酸です。え、炭酸。炭酸。これ、サッシ。あ、そう、上。あ、今年長崎なんで。九州だね。九州の方だよ。笑ってくださって。どこですか、ちなみに地元。大阪っす。あ、大阪。大阪、兵庫、宮城、岐阜、東北。すごい。兵庫は私です。あ、兵庫。兵庫県なんですよ、地元は。じゃあ大阪、大阪、大阪、九州は広いんじゃないですか。
大阪はなんか大阪はなんか関西弁というものに何か誇りを持ってました、ね、ちょっとトゲないそれでもちょっとトゲない若干で住んでたもんねだって関西の方って東京に来てもずっと関西弁でしょ。いやでも普段からは違いますよね。違いますよ。なんかこう関西弁の人と一緒になると出てくる。今出てきます。わざとわざと。生からマウント取ってくる。それで言ったら関西の中だったら京都の人が一番マウント。確かに確かに。確かに。私はそんなこと思わない。どこ出身なの？僕ですか？あ、始まりましたちょっと面倒くさかったけど始まりましたじゃあ知ってる人だせーの長浜いやーまだまだです皆さん言ったらあえてかしかもせーのって言わす割にあんまりパッとしないけど私はそんな風には思わないけど何時までやるんですか9時半でもなんか前回すっごいなんかタイミングが良かったのかめちゃめちゃ来てくれたんですよ合計何人ぐらい来たの20くらいとか来たのかな、うん、なんか結構わーって来てくれるインスタのライブであれツイッターとインスタの真ん中ストーリーとかでやってでなんかそうだから早くないえもう帰んのえしっかり全部飲んでる早い早いでも嬉しいちょっとでもね来てくれてうん見えないようにやって最後の楽しみにしてるからじゃあ私が最後こっちでもらっていいのかな確かにサッシが持っといた方がいいんじゃないイエーイやめてよなんかそんなもう合わないみたいな感覚ありがとうございますありがとうねなんか予定あるのに申し訳ないわありがとうございますありがとうございます明日デートなんだあらどこで新学校あら三曲さん食べ放題を予約してくれたんだって住所だけ送っといてくれたら隣の席ぐらい予約しとこう監視してこうしかも私一人で行くんですよ嫉妬してるってことしまったくしないよねなんかそういうことでしょいやなんかさ違うどういうデートしてるのか気にならない気になるんだ気になるのみんな気になるかみたいなそうなんかめちゃ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 逆にすっごい男ぶってんのか誇張して男ぶるってやめて私男だから私男だからもう見てて分かる男なんだろうけどだってこんなのだって皆さんも分かってるでしょ仕事で私がこういうことやってるっていうのはねでみんなうなずいちゃって指原のデートとかも気になるもんね気になる嫉妬してんの嫉妬じゃなくてちょっと気になるじゃんそういうのってどういうことやってんだろうとかさじゃあ達也もさ勇気の出て気になった方がいいいや大丈夫大来ないかもしれないね今日なんかまったりだねなんか前回のなんかね、騒がしい感じだったんだけどさ他のお店もやってる時だったんですよそう、だから余計騒がしい感じどっちの方がいいですか騒がしい方と、まったり騒がしい方がでも楽しくなるわーちゃんわーちゃんやってた方が疲れてるかなあ、そうお仕事で楽な仕事だと思います確かにそう、何をやろうかないやでも大変なこともたくさんあるけど私この YouTube の仕事ってすごい楽な仕事だと思ってる楽しいものも多いですだってさ好きなことをやりながらお仕事になってるから楽と思わない確かに嫌なことを続けようと思ったらしんどいと思うじゃん、うん、でも好きなこととか楽しいことをやってるから楽って思うしんどいはあるよ。美容師さんとかもそうじゃない髪の毛いじるの好きだけど、しんどい時はしんどいじゃん。またフェードかよ。ちげえ、髪切りてえな、みたいなさ。もう仕事終わりのおっさんやん。まあでもこれもある意味仕事中だけど、仕事終わりみたいなもんだからね。楽しいよね。うん。それだゲイバーとか行くんですか最近。あじゃあ、そんなに昔は行ってなかった先月から。スタート積極的に積極的に本当に積極的っす積極的に行く場所とかよく行くあ、でもクラブが多いあー、なるほどなるほど私思ったのは、君ゲームって喋んなくてもさ顔良ければさ、先ボコボコもらえてさボコボコ稼げたら私もそれでいいや違うんだ大変なんじゃないまあ、私が言ってるゲームはそんなことないんですけどねあ、守るタイプお客さんによるんじゃないでも私言っても別に可愛いだけだったら絶対許さないもんでもね
不思議と可愛いだけでいいの、なんでなんでって。でも可愛いって思うってことはある程度愛嬌があるってことじゃない。だって別に顔がさ、いけてもさ、こうやってムスッとさ、人がけてさ、こうやって飲んでてもつまんないじゃん。確かに。だからある程度可愛いと思うってことは、ある程度のことはやってんのよ。じゃあそうです。だから、大体お酒飲むから飲み逃げだけはしないでくださいね。ちゃんと帰ってきてくださいよ。帰ってきてくれるかな。聞いたの。解熱剤って私絶対飲まないよ。じゃあ私ってちょっと思想強いでしょ。思想が強いから風邪薬とか絶対飲まない。ビタミン C とニンニクで全部。私思想強いんだけどさ、そうそう、思想が、思想ね、思想が強いんだけどさ、自己主張が激しい。違うの、思想。うざい。思想が強いは何ですか。すいません、ありがとうございます。ごめんね、あのガラ強いのよ。立ち上がって明るくするね、周りは。一瞬で心臓ドクってなったわ、本当に。嘘、うん、違う、お客様を心配したの。あんたじゃない、決まってたから。なんでなんで。今日ゆったりしてるわ。なんかあしらわれてる私。ハイボールとか飲むんだね。飲みます。お酒好きそうだね。そうね。一人でも飲まれてる。家でたまに。おかえりなさい。おかえりなさい。すごいいっぱい買ってきて。誰でも簡単だね。くれんのか。多いかもね。いきます。入ってる。乾杯。ちょっと余裕がいつまで使うんだよ。ね、日本の方が長いのにね。もう帰ってきて日本に来る。ニュージーランドはどれぐらいだろう。まあ4年ぐらい。4年半だってさ、29歳の中に4年しかいないから。しかも帰ってきて11年経ってるから、絶対日本語の方がうまいに決まってるよね。おかしい。おかしい。でも周りのせい。周りの言葉もおかしいから学ばなかった。今まで直してくれなかったの、人が。あ、そのチャレンジダメだよ。思春期じゃなくて思春期でしょとか、そういうのも教えてくれるようになったから、最近はこう覚えるようにしてます。やばいね、思春期か思春期か分かんなくなりますよ。分かんないよ、思春期か思春期か。雰囲気か雰囲気かを混ぜて。そうそうそう。伝わるからいいのよ。間違えたって。ちょっと路列悪いな、この子って思われるくらい。滑舌ね。ロレスとも言わない。ロレスが回らないっていうのが、だからいわゆるこう滑舌の直結するわけじゃない。どうなんでしょうね。だから滑舌、その違いなんだ。滑舌っていうのはそもそもの、あのなんか発音だと思う。ロレスは多分舌が回らないってことだと思う。だってあの、そういうなんか勉強的なものをこう教えてくれる時の顔がマジで昔のなんかあの本当に先生の怖い顔が、どやってる感じが怖いんだよ。だから違うと思う。ちょっとここにしまってた。こういう顔しないな。最近なくなったもんな。ねえ、知ってる？最近聞けなくなった。ちょっと寂しさでもあります。言われるとやんなくなるんだと思うよ。でも私はだから、いや違うでしょ、ね、知ってるから始めないといけないでしょってずっと言うてた。自然体にやらせてほしいと思うんだ私、やっぱり。でも結城はだから、やれやれって言われるとやらなくなっちゃうのは分かるかも。自然とね、出るやつがね。だから悪魔降臨とかもなくなっちゃってるかもしれないよな。でもあれは顔つきが分かんなくなっちゃう。多分ね、整形して多分ね、いろんなもの多分入っちゃったから、ちょっと幼少期ちょっと分かんなくなっちゃってるんだと思います。自分多分肌から見たらできてるんだけど、自分の顔の中での表情筋の動き方が多分整形したことによって変わってるから、え、こんな顔だっけって自分で思っちゃってるから、まあまだまだ直したいところありますけど、どこ見て顔の提供でお送りしてそんな三日月じゃないですか。めちゃめちゃいいライン綺麗よ。どこありがとうございます。そして
ねえよ。作ったままでしょ。返さないといけない。そうそうそう。わあ、じゃあ褒めないといけないってことか。あ、褒めなきゃっていう、私は本心を言っただけだ。なんで本心で、ちょっと待って。本心なんで本心だけだから、この辺を伸ばしてくるの。でもさ、いらっしゃいませ。どうぞ、お座りなさって。何飲む？オレンジか、無糖であればグレープフルーツ、レモンがございます。じゃオレンジで。かわいい、じゃあみんなでこれ食べます。いやー、すごい嬉しい。でも、かえさん男いいんだよね。おまえ、うん、これこれかえさん男いいんだ、うん、わお。明日はまた違う男とデートです。あら、帰ったら男いるっていうのはちょっとなんか先ほど聞いてたんですけど、その男とデートだと思いきや違う男と。違う。今日の子は二十歳で。ええー。ちょっと一匹くらい貸してくんねえ。生々しくない。全然いないんだけど相手。いや、明日は33歳。先週は27歳、タミでした。あらららお魚。本当に。だからさ、知り合いにさ。達也さん、最近置いたらすごいらしいわねってことで。なあ、悪いことしてるみたいな。なあ、でもなんかやっと達也とかあるわ。一時なんかあんまりこういらない時期やったじゃん。男をそんなにみたいな。男はいらない。デートする男は必要よ。付き合う男はいらない。でも一時なんかそんなデートもみたいな感じな時はあったよ、一緒。あったっけ。うん、そんなの私じゃない。そういう浮かれた話ねえかな。ね、欲しい浮かれた話ね。欲しいよね。でも、ゆうきさんもあるじゃん。今、ゲップするタイミング悪すぎたんだろう。ゆうきさんもあるじゃん。ないよ。いつの話よ。ありがとうございます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 。お支払いはあちらでございます。チャリンと、幸せになれますので。わかりました。お布施系バーなのプラスで。またぜひ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 。ちょっとどこからお会いしたら。でもね、私なんか思ったの、メイクしてる指原も綺麗になったし可愛いんだけど、なんかこの前なんかラブな指原がいて、そこには白 T に白帽子に、あーこの間二日酔いだよ。アンコールの浜崎あゆみみたいな。いやいや、でもあんためちゃめちゃ褒められてる。可愛い評価すごい。達也があゆにやってくれるっていうのはすごい褒めてくれてる。いやいや、みたいなラフ感ってこと。あゆでは誰も浜崎あゆみとは言ってないんだから。座るんかい。そうよ。じゃあみんなで改めて乾杯。でもね、指原って本当にね、酔っ払ったらタクシーとか出かえればいい運転手とかね、歩いて帰っちゃうの、この人。あ、この間9時とか悪いとか言ったら普通に呼ばれて、車とか乗った方が、ま、あの逆にこう気持ち悪くなるんで一緒にね。そうだし、回るし、なんか最近すごいタクシー運が悪いとか、朝乗った時に変なとこに結構家の前って言ったのに、今日めっちゃ過ぎて今日2、30分歩いて帰るとお前だって、お前ほんとしいいやと思って。でも一緒に最近その途中まで家送ってくれる友達がいるから、その子はいつも送ってくれる。サシさん、タクシー乗らんけん、送るしかないって言われて。ありがとう。すぐ乗っちゃう。でもいいことよね。なんかさ、有酸素運動になってるから。確かにね。なんだかんだ、ね、私も歩こう。でもこの間、行きます。こう、達也と飲んだ時にグラスに指ぶち込むやつはちょっと面白かったな。何それ、何それ。例えばこれグラスだとしたら、え、これ美味しそうじゃん。すぎ。これで私は誕生日とかのケーキを飲めるんよ。うちだったら、ね、友達のそういうノリがあって、ほんまに飲み方違うんですよ。プライベート飲みの仕方が、結構語る系飲みじゃん。分からんけど、そう、言葉で遊ぶっていう。飲み系とかもするんだけど、あんまりしない。カラオケしながらバーって飲んで、早く飲みや、飲んだ、あーって終わり。カラオケはしないからな。だからもうなんか、はい、じゃあなんかゲームしよう、はい、あったどーみたいなもんな。カラオケもゲームになっちゃう。カラオケがあんまり好きじゃないからな。でも私らはもう気持ちよく酔っ払って気持ちよく楽しくやりました。そう、楽しかった。そうよ。次の動画を見てくれるかな。かまっていいよというわけで、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。終了。ありがとうございました。今日月曜日で週末明けということで、皆さん多分お仕事ねスタートだったりとかもするんで、ちょっとゆったり目でしたけど、まあそれはそれで結構ゆっくり、ね、来てくれてる人と
そうだね、ありがとうございます。本当に来てくれた人たち、本当にありがとうございました。というわけで、今回のメインの企画、はい、この2時間でちょっとお伏せゲイバーって新しいね、ちょっと形で皆さん、どれくらい売り上げられた感じじゃなくて、いくらぐらいお伏せされたのかっていう、ね、皆さんのほんとお気持ちのほんと1円からもうどうぞっていう今回スタンスで、ちょっとね、新しすぎてちょっと皆さんもね、ちょっと気まずい感じをちょっとあれしたかもしれないんですけども、検証結果でございますね。発表させていただいてもいいです、はい、集計先ほど終わりまして、はい、今回の初お伏せゲイバー第1回、はい、2人のちょっとお伏せ金額発表させていただきたいと思います、はい、16,800円でございます、うん、ありがとうございます。2時間ででしょう、うん、じゃあ2人でこう例えば普通に働いてるとしたら4000円ぐらいじゃない？16,000円、4,000円の女たち、1時間4,000円の女たち、女たちで今来てくれてもありがとうございました、うん、ありがとうございました。まあでもね、またやりたいなと思いますのでね、うん、皆さんその時はぜひよろしくお願いします。でも本当にゲリラなんで、はい、突然に言うんで SNS を常にちょっと見張っておいていただけると嬉しいです。はい、はい、なのでフォローしてない人は、セカンドストリート並びに達也ゆうきの、SNS フォローしてくれれば嬉しいです。ということで皆さんさようなら、バイバーイ、ごちそうさまでした。男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強、乾杯、疲労困憊、将来心配、ブスあんたブスね、背負い投げ、女子もお邪魔しますの精神で歓迎。